ハイスクールオーラバスターは、若気味賞による、学園ファンタジー上説。略称は、オーラバスター、オーラバ。1989年より2004年まで、修営者コバルト文庫より刊行。未刊のまま数年間中断していたが、2011年より、版元を移し、ハイスクールオーラバスターリファインドと、シリーズタイトルを変更の上、特馬書店特馬のベルズより刊行されている。 この間に、イラスト担当は、とまこと、甲賀ユン東冬と交代している。2019年10月現在の最新刊は、ハイスクールオーラバスターリファインド千代ヒトヨの魔術師であり、この次のタイトルで完結となることが予告されている。異能を持つ高校生を主人公とした学園ファンタジー小説である。神の化身とされる、空の物の陣営と、 鬼とも妖怪とも呼ばれる存在、あやかしの者人営との熾烈な戦いを描く。1989年の第1作、天使はうまく踊れないに始まり、2004年までに集英社より、コバルト文庫22冊、46般情製本1冊が刊行された。コバルト文庫の看板作品の一つと言えるほどの人気を誇り、当時イラストを担当していた漫画家である、 と誠によるコミカライズの連載、イメージアルバムやドラマアルバムといった CD の発売などのメディアミックスが積極的に行われた。1997年によりイラスト担当者を黄河ユンに変更し、同年、黄河のイラストに寄せたキャラクターデザインによる OVA が制作され、並行してドラマ CD も発売された。2004年のオメガの空想を最後に、 コバルト文庫からの観光は途絶する。長期の中断を経て、2011年、特馬書店特馬のベルズより、ハイスクールオーラバスターリファインドとシリーズタイトルを変更して続刊が発売された。リファインドは、リファインドという意味とのこと。イラスト担当者は、東冬に変更された。特馬書店で刊行が再開した時点で、集営者からの期間は、絶版となっており、 2012年、ハイスクールオーラバスター完全版として、朝日新聞出版朝日ノベルズより、新装版が刊行開始したが、これは売上不振により、紙書籍、電子書籍とも2巻で途絶している。2018年、集英社からのコバルト文庫機関全版が、電子書籍として配信された。2019年、著者は自身のツイッターアカウントにおいて、 新作脱稿の報告と同時に、次の作品で完結となることを発表した。著者は、同人活動においても、頻繁に本作の短編を書き下ろした冊子を発行している。メディアミックス作品のスタッフやオリジナル声優を起用した CD もしばしば制作しており、2018、2019年に制作した3枚の CD では、主人公級のメインキャストを一通り招いている。 先谷良介が通う私立高良高校に転校生がやってきた。彼の名前は水沢良。クラスメイトとなった初対面の良介に対し、良は一方的に友人宣言をする。夜中に他人の家の屋根を渡り歩く妙な癖を持つ良と関わり始めたある日、通学中に駅の階段から突然突き落とされた良介は謎の美少女、最後に その怪我を癒され、狙われてるわよと忠告される。後日、画材を買いに、デパートへ来た、凌介の前に、鎧武者の幻影が現れた。着々と追ってくる鎧武者から一人で逃げ惑う、凌介を、偶然助けてくれたのは、自らを、術者と称する、里見十九郎と、泉木さらだった。声優名があるものは、OVA や、ドラマ CD でのキャスト。 一部でキャストが異なる場合、OVA 版、ドラマ CD 版で記載。OVA に登場しないキャストには、格好書きで CD タイトルを吹き、すべて企画、制作は T-UP、Pioneer LDC から発売。オーラバスターの世界を音楽で表現してみようというコンセプトの下で制作された。ハイスクールオーラバスター、光の誕生1999年に、 VHS&LD で発売された。全3巻。サウンドトラックも発売され、19ローとキサラのイメージソングも収録された。スピンアウト作品。トキトギ、オシ、ナナセサエコが登場。スピンアウト作品。イズミキサラが登場。2001年、小説スバル4月号を掲載、書籍未収録。ただし、ミレニアムブックネオの、 キャラクターインタビューでは166センチメートルと答えている。最初の事件の後、忍にもう必要ないと言われ、セイレーンの聖母で心座敷に襲撃された際に壊れてしまい、それ以降はかけていない。スザクの名は忍がつけたらしい。しかし、イラストレーターが黄河に交代してからは常に眼鏡をかけたイラストである。ありがとうございます。